八極拳という拳法、はいはい、おっしゃってましたけど、この体当たりのですね、体当たり の, このそのままぶつかっていく体重をですね、体重を、はい、肘を出しただけなんですよ。で、肘を出したので、これ肘打ち拳法、まあ、いわゆるこういう肘打ちじゃなくて、うん、肘を使った体当たりですね。肘を使った体当たり、これ、これゆっくりなんじゃないか、はい、これを、本当に、もうこの感じですね。ごめんなさい、これ痛いです。はいはい、すごいですね、体重ですね。これを本当にちょっと乗っけるだけですよね。あ、きますきます。で、実際だとこういう接近戦で一人にこうドーンってきますけどね。接近戦で、はい、映画でよく見るけど、あ、そうですね、こう、例えば突き、はい、当たらないようにこっからこうね、突き当たらないようにこっからずれ、こっからこれで注意しなきゃいけないですね。これは、うん、これが八極拳の、うん、まあ、いいところですね、はい。中達也、日本空手協会総本部師範。中は今回のグレートジャーニーで2人の男に出会う。1人目は山城義朝。数百年前から伝わる沖縄空手を現代の格闘家たちに指導し、古流空手の強さを証明し続けている。僕はやっぱ競技者なんで、人生かかってるんですよ、勝ち負けに。あ、なるほど。夢と人生、生活かかってるんで、自分より強い人じゃないと習いたくないですよ。型を練習して、その強くならないはずがないんですよ。取り手っていうのの動きのうちの、まあ、巻い手なんですけど、でこれで離れる。おっとっと、ピタって形が出てる。これだけ、これだけ。このまま抜きながら、すごい、もう崩れないんで全然、来てても来てないと思っちゃう。もう一人は宮平保。沖縄で空手を修行した後、二十歳で中国へ渡り、さまざまな禁じ手を含む伝統的な中国武術を身につけた。危ないですね。危ない、はい、めっちゃ打ちますね。早いですね。いや、もうすべて危ないじゃないですか。あの前も危ないですし、骨でしょ、それで、はい、骨でいくとちょっと困りますよね。これはできてるな。違いますね、はい、はい、はい、見えにくいですね。Ha ha ha.